お疲れブリーフです。自分でコーヒーを入れております。まあ思ったんですけど、ちょっと寂しいですね、一人でこう。見えます？この寂しさ。香りは悪くないですね。いやー、今日長かった。動画だいぶ撮りましたね。だいぶ撮った。3月6日の出来事。だいぶ強烈ですね。だいぶ強烈な、多分シリーズもんで十何本だ。15本ぐらいなんじゃないですかね。3月6日は結構完全燃焼しましたね、僕の中で。完全燃焼した。まあ、疲れた時も、ハッピースマイル。疲れてもハッピースマイルですね。愛はハッピースマイル。まあ疲れた時こそハッピースマイル。疲れた時こそハッピースマイルですよ。ちょっと濃いかな、これ。ちょっと飲みます。ちょっと失敗。濃いな。だいぶ濃いです。まあちょっと薄めたんですけど、微妙な感じですね。いや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 い
ちょっと、あれかな。よいしょ。疲れましたね。今日マッサージですね。完全マッサージ決定。無理無理。今日一日頑張った俺。一日頑張りましたよ。コーヒーショップでコーヒーも飲まず帰ってきましたよ。苦いコーヒーを飲んで、しかもまだ終わってませんからね。今午後10時36分、あと24分後にライブ放送です。毎日毎日僕らは鉄板の、はい、たい焼きくん食って頑張ろうと思います。毎日毎日僕たちは、僕はライブ放送で焼かれてますよ。すごいこれ、めちゃくちゃもちもち。これなんかもちもち食感って書いてあるんですけど、もちもち食感ではなくてもちですね。うん、こうもちですね。
なんかもちもち食感っていうよりもちですね。もちだな。いや、ほんと疲れたけど。まあ、セミナーで喋ったのは多分僕、1時間、合計で1時間半ぐらいですね。まあ、セミナーで話したのはそれぐらいなんですけど、前歯が取れる。前歯が取れますよ。今治療中で、これ仮歯なんですね。グラグラしてる。グラグラしてますね。ハッピースマイル。ああ。